こんばんは、レイです。今回はね、ちょっと隠しネタということで、少し語っていたんですけれども、まあ、なんぞやというところで、まあ、厳密に言うと、まあ、プチオフ会みたいなね、お茶会といいますか、視聴者の、まあ、方と、実際に、リアルで、まあ、婚活談義とかをするということをね、考えてまして。で、もともとは、去年の動画でもね、少し、話したと思うんですけども、まあ、募集かけたと思うんですけど、まあ、あんまりね、あるまじき行為というか、まあ、自分とね、お見合いしたい方、募集ということでね、一時期やってまして、で、正直ね、反響はね、ビビたるもんですビビたるもので、まあ、応援メッセージとか、まあ、男女問わず、ツイッターの方に、いただいてまして、非常に、ありがたいですね。励みになりましたし、同じようにね、婚活をしてて、同じ思いの方とかも通じ合えたし、あとはね、動画をやることになった、方とも、話してたりしましたね。で、実際、本当になんかお見合い希望の方もいましたんで、去年はね、たまたまちょっとこちらのタイミングが合わなくて、で、自分も後々ちょっと、本交際になったりね、してましたんで、で、そこから、まあ、ちょっとしばらく経ち、で、なんていうのかな、まあね、本当に数名ですけれども、まあ、既得な方たちがね、既得というか、本当にね、勇気ある方々が、いらっしゃいまして、本当にね、冷やかしではなく、真剣にですね、申し込まれた方もいましたんで、で、今回ね、まあ、そこまで、お見合いまではいかないんですけども、まあ、お話をしたいという方がいたので、まあ、東北の方から、東京の方へ来て、ちょうど観光ついでに、まあ、埼玉市、大宮区の方でね、まあ、新幹線が止まりますから、そこで時間ちょっとあるんでお話しませんかみたいな話がありましたので、あ、いいですよということで、まあ、何日っていうことでね、まあ、実際本当は、今週の土曜日にそれを開催する予定だったんですけども、お相手の方から、まあ、キャンセルがありまして、ちょっとね、前回上げた動画で、自分が都内のね、婚活パーティー初めて参戦したという動画を上げました。で、その時に、まあ、その次か、男女でどんな人がいたかっていう動画を上げた時に、自分が選ばなかった、その女性のね、選ばなかった女性たちの特徴を挙げたところ、なんか非常に自分がそのハードルの高い、ね、そういう相手の女性に対してハードル高いものを求めている感じが、まあ、恐怖してしまいましてね、その方がね、その彼女の方が、恐怖してしまいまして、ちょっと会うのがね、怖いというところで評価されちゃうんじゃないかっていうところで、そんなことはないですよ。本当に普通に、婚活談義ができて、まあ、万が一ね、万が一だからその方も自分のこと気に入ってくれて、ね、自分も波長が合えば、もしかしたらそういうお見合いに今度発展するのかなというところもありましたんで、まあ、なかなかね、こんな婚活動画とかを上げちゃっているね、人間なので、普通だったらね、YouTube やってるという時点で、20代、10代の女性ならば、そうなんだ、キャーなんてなるかもしれないですが、ある程度ね、大人になってきますと、YouTube やってると何って感じになるんですよ。で、一時期ね、最初婚活始めて、しばらく経った頃に、普通にね、スノーボードとか釣りの動画、車中泊とかね、上げてましたんで、そういうのやってますと言ってたんですが、その時点ではなんかね、珍しいですね、ぐらいだったんですけど、だんだんとね、まあ、YouTube も浸透してきましたし、
で、まあ、婚活の動画上げてんじゃねえかっていうね、多分そういう余計な勘繰りもあると思うんですけど、非常にドン引きされることが多くなりまして、もう一切今 YouTube やってますみたいなことは婚活とかでね、言ってはおりません。ですので、あと、動画のためにある程度その厳しい目線っていうので言っちゃってますけども、そんなに俺、好みっていうのはハードル高くないので、それだけは、誤解しないでいただけたらなというふうに思ってます。普通の男です。で、実際自分もそんなに高望みできるほどの、ね、いい男じゃありませんので、本当に平平凡凡な、その辺のおっさんと変わりませんので、だからもしね、本当に、お見合いしたいなという方もいらっしゃったら、声を気軽にね、かけていただいて、まあ、お茶だけでもいいですよ。そういうのでも、婚活談義だけでもいいんで、別にね、興味のある方は、普通にツイッターの方に、DM いただければと思います。ただ、冷やかしとかね、なんていうのかな、既婚者の方とかはちょっと遠慮願いたいと思いますので、いろいろ問題がありますので、前はちょっと中にはね、既婚者の方からもメッセージいただきましたけれども、ね、実際に食事とかどうですかみたいなこともありましたけれども、ちょっとその辺はまずいのでお断りさせていただいてます。ちゃんと自分は分別つく、男ですんで、それと、こうやって動画を配信しているからこそ、いい加減なことができないっていうね。例えば遊びで、その女性と付き合うとかね、騙すとか、そういうのは一切できませんので、だから逆に言えばね、安心ですね。オープンっていう形で。で、一つ約束できるのは、ちゃんと許可がなければ、会ったこととか、お相手のこと、ね、語ることはありません。これは許可がない状態だと絶対に話しませんので、その辺は約束は必ず守りますんで、で、そんな、ね、個人情報は絶対言いませんけれども、ぼやかして、例えばね、違う地域に住んでる状態のことで、わかんない、まあ話せてもね、許可が得られても、そういったわかんないように、します。一応リアル動画ではありますが、個人情報というのはきっちりと守っていかないといけませんので、そこだけは安心して、申し込みいただけたらなと思います。まあ、すげえなんか、下水やり方なんですけども、まあ逆に言えばそうやって配信者であることも理解していただければ、まあ例えばね、そういった、まあ、お見合いの申し込みありました、うまくいきましたって言ったら、もう婚活の動画やりませんので、一切。自分は引退しますので、で、まあ、好き勝手なね、また趣味の動画っていう形をね、やっていきたいなと、仕事の話とかね、そういう仕事関連のこと、社会のこととかですね、少し話していけたらなっていうふうに考えてます。もう一切、なんだろうね、その、婚活パーティー行きましたとかっていうのはもう一切やりませんので、そういった場合はね。実際に過去に本交際になった時も、付き合ってる間は何もやってませんでしたので、そういうパーティーも行かないし、他の方とももう一回会うとかっていうのもありませんでしたので、まあね、結婚できなかったので、またこういう場にも戻ってきましたけれども、こういう動画を流してますけれども、もしちゃんと、ね、そういった交際っていう形であれば、もう絶対やりませんし、個人情報も守りますという形になります。まあね、ちょっと楽しみにしてまして、まあ地方の方ですけれども、自分は距離はね、再三前から関係ないと言ってますんで、で、仕事面も例えばその方の収入が、まあ、多かったり、安定したね、公務員ですとか、医薬品関係、ね、薬剤師、医師、とかであれば、弁護士さんとかね、であれば、向こうの土地へ行って、相手の土地へ行って、住むということも考えてます。逆に主婦のね、本当に、夫の方のね、主婦にもなる、気持ちはありますんで、だからね、一概にこっちで俺がこの仕事で働いて養ってやるとかっていうね、そういうのはありません。臨機応変に対応という形でね、やっていけたらなっていうのもあります。まあでもね、最後の野望はありますんで、企業は必ずどっかでしようかなと思ってますんで、まあ会社を打ち立てて、古民家カフェとかやったり、デザインを売る仕事をやったりとか、っていうことでね、将来は考えてますんで、それはもちろん迷惑かけない程度にやるという形になってきます。まあいろいろね、お会いする予定だった方も婚活とかやってましたので、
まあね、なかなかコメントとかはいただいてなかったんですけども、自分のあのツイッターのところを見ていただいて、DM をいただいて、それに対してあのきちっとした返事を、してというやり取りの中でのそのお茶会というのがありましたので、まあ、男の人からでもね、別に婚活談義ね、あってもいいんですけれども、まあ、あんまりあってもね、しょうがないですからね、男の人同士だと。それは何人かで集まって、まあ、またプチオフ会みたいなね、カラオケ会とか、そういうのもやってもいいかなっていうのもありますけれども、まあ、あんまりね、これ顔出ししてませんので、あまり情報を垂れ流す形にはしたくないんですよね。どっから漏れるかわからないっていう形になりますんで、まあだからそんなにオープンではあるけど、オープンにしないよっていう難しいところなんですけども、そのような形でやっていこうかなと思ってます。まあ引き続き本当に気が向いたらですね、ちょっとの勇気を出して、女性の方は申し込んでいただけたらなっていうふうに思ってます。まあ下水やり方ですけどね、何度も言いますけど、まあそんなこんなでね、変に語ってしまいましたけど、一個ね、その隠し種というのが、そういうのがあったんで、その方は許可得てますんで、喋っていいよということなんで、で、会った時、もし会った時もそれ喋って構わないよということは言われてましたので、それをまたね、こう、配信できたら面白かったかなというところがありましたんで、また、何か機会があれば、そういった、もしかしたら、こういう、まさかのイレギュラーなことがね発生するかもしれませんので、婚活パーティーとかでだけではなく、そういったところからも何かもしかしたら発展するかもしれませんので、いろいろと期待をして、逃すことなく見ていただけたらと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。